ニコニコと微笑む男の末路。私は大学時代に一人暮らしをしていました。友達もできずに毎日一人きりの生活で寂しさを感じていました。ある日バイトから帰ると部屋の中に一人の男がいました。人間とは思えない感じですが、幽霊とも思えませんでした。私はそいつに向かって毎晩話し続けました。それでさ、俺大学でもバイト先でもいつも一人なんだよ。本当に寂しくてさ。そいつはニコニコ笑って聞いてくれました。毎晩いるので毎晩話しました。そしてある日、その男が私の体に触れようとしました。気づいたら朝でした。電話の呼び出し音で起きたのですが、知らない奴の名前が表示されていました。ん？誰だこれ。不思議に思いながらも私は電話を取りました。すると、何してんだよ、早く来いよと親しげに話してきます。全くわからないまま学校に行くと、みんなが私に声をかけてきます。今まで私のことを無視していたのに、あまりの状況に吐き気を覚えました。どうなってるんだよ。それどころか彼女という人まで現れました。よくよく日付を聞くと、あの男に触れられた時から1週間が過ぎていました。みんなはいつもと違うと言います。怖くなり家に帰りました。そいつは部屋の中でニコニコ笑って座っていました。おい、どういうことなんだよ。お前が俺に何かしたんだろ。その男は尋ねても笑っているだけなのでした。最初は1週間だったのに、今では1年過ぎています。朝起きると妻がいます。娘もいます。そして今の私は会社では重要なポストについています。でも全て私のやってきたことではありません。誰か助けてください。